待ってくれ。ん？ああ大丈夫？バレちゃわない？明らかに怪しいでしょって。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、藤田美城でございます。というわけで本日もファイナルファンタジー7リメイクユーフィエンダメだ、ロー、あ、かわいい、ローチさんがローチさん一人でめちゃめちゃ動いてるの面白すぎてちょっと笑っちゃったはい、ユーフィエンやっていきましょう。というわけでちょっとコンドルフォートまだ終わってないんですけど、ラムーさん、召喚獣のラムーさんはははは取ってきたので早速じゃあ駅の方行っちゃおうと思います。ラムさんね、特別なんか何かして攻略しましたっていうわけじゃなくて、あのまま、2回動画でやったのかな、あのまま本当に戦い続けて勝ったっていう、ただそれだけなので動画にするほどのことでもないかなと思い、はい、ラムさんは取ってきたので、じゃあこれで行ってみましょう。ついに死んだビルだよね。お、なんだ、めちゃめちゃ人が。先輩、やり残したことはないか。もう後戻りはできないぞ。うん、大丈夫です。よし、じゃあ行きますか。行きますか。まあいくらでもね、セーブデータ戻れるので、じゃあ進みましょう。うわ、何これ、すごい人だね。鉄道は5番マコードの事故を受け、本数を減らして運行しております、うん、そうか。また5番街スラム駅には停車いたしませんので、あらかじめご了承ください。うん、おなよちゃん、分派のせいで列車の本数が減ってるんだ。うん、次のを逃したらしばらく上は行けない。そうか、かっこいいでしょ。無理してでも乗った方がいいぞ。わかった、じゃあ頑張って乗りましょう。じゃあ行ってらっしゃい。うん、慌ただしくてごめんね。そうか、一緒には行かないんだね。突入、突入かわいいすごい声だった。あ、めちゃめちゃ満員電車だ。あら、壁ドンみたいになっちゃって気持ち悪い。あ、大丈夫？酔うのか。うん、お立っていたら大丈夫のはずなんだけど。私も乗り物苦手だ。笑うなメルフィーも乗り物には弱かった。メルフィー？船、チョコボ、列車も多分ダメだな。チョコボ、メルフィーって？あ、知らないんだ。妹だ。お、妹さん、二人で一緒に五道様に指示していたんだ。お父さん？俺より才能があった。うん、あった。停戦の年だ。あー、なんか自走式兵器が暴走して、うん、それを止めようと。ユフィ似てるね。あー、そっか。なるほど、そういう過去があったか。ちょっと重ねてるのかな、ユフィと似てたよね。あ、私は妹じゃない。あ、そうか大丈夫、危ない危ない。そうか、ちょっと似てたね。重なる部分があったかな。あら、社長久しぶり、元気だった？進捗はどうだ？あー、これ前見たっけ？アークスが動いています。前見たかもね。はい、順調順調。クラウドの時にプレジデント。あー、どうか計画の見直し、いや中止を。見たね。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、リーブ君、私の好きなリーブ君、せめて避難勧告の許可を。うん、また分別臭い顔で青臭いこと。臭いばかり言うなリーブ君、リーブ君かっこいいね。これも発展の潤滑油だ腹をくくりたまえ。そんなことでくくりたくないです
うん、見たね。その時ってことだよね、ちょうど。さあ、死んだビルに着いたね。いや、バレるでしょ。人にも寄っちゃいそう。恐縮です、恐縮です。どうした？シーラカンパニーの方ですよね。次のターゲットは7番だという噂もありますけど。なんだっけ、この人デマンさんか。おお、違いますよ。おい、そこまでだ。バレたわけじゃない、デマンさんか。エレベーター、あれに乗ってみよう。あ、階段で行かないの？登ろうよ、59階あ、社員証みたいになってるのか、その ID が。階段で行こうよユフィなら登れそうだけど。待ってくれ。ん？あ、あー、大丈夫？バレちゃわない？明らかに怪しいでしょって。地下兵器開発言っちゃうんだとりあえず違うか言っとけばいいのに。ったく、とんだとばっちりね。ん？ん？バレちゃわない？バレた？うーたいも姑息よね。バレてるのか？アバランチなんかと手を組んでこそこそ攻撃してくるなんて。おう、うーたい人は誇り高いと聞いていたけど、それは昔の話みたいね。大丈夫か、これ怒っちゃうんじゃない？今のうーたいさんは神羅にたかる虫みたいなものよ。おい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 、怒っちゃうよ。大丈夫？我慢できる？あなたたちもそうは思わない？思います。お、えらい。そうですねえらいえらい、いい笑顔。スカーレットさん綺麗よね。でも大丈夫？バレなかったの？これで明らかだっておかしくない？シーラの人じゃないでしょちょっとバレ、残念。ああ、ウータイのネズミさんはあっち。やっぱバレてたか。 あなたたちには新しい兵器の実験台になってもらう。おお、ボス戦かなそりゃバレるよね、怪しいもん、こんな棒持ってあんな重そうな。あ、どうした？どうした？落ち着いて。絶好のチャンスだったのに。チャンス？あの女は兵器開発部門のスカーレット。ああ、作った人ってこと？メルフィーを殺した兵器を作った女王に。なるほど。落ち着いて、サナ。落ち着こう。私たち何しに来た？先輩、すまない。先輩。いいよ、ムカつくのは私も同じ。究極マテリアのとこまで案内させればよかったよ。どこに案内する気だ？言ってやろうじゃないの。お、マテリア研究フロアだよね。待ってろ、マテリアちゃん。いいな、ユフィ。ちょっと一番好きかもしれん。ここに来て、ここに来てやっと推しが決まったかもしれない。ユーフィーかもしれんな。ちょっとね、ジェシーが結構好きだったんだよなと思ってたんだけど。あ、回復あるね。セーブとかした方がいいかな。ちょっと推しが決まったかもしれんね、ついにOK、 じゃあセーブしたのでいきましょうか。さあ、何が出るのかい？これなんだ？入れない。まあ、まっすぐ行けば、あそこか。スロー！はい、ポーション。ここか。いきなりスカーレットの罠。いきなりボス戦って感じだね。機械かな？兵器だし。雷、ちょっと待ってくださいね。うん、ま、多分機械だと信じて。まあ、ラムさんをつけてるので雷だよね。見てよこれ。
兵器兵器やる気満々だよね。やる気満々だ。そうだね。私は親父とは違う。お、お父さん。グータラと違っていつでもやる気満々。グータラなの？お父様はどうしてるんだ。牢屋の中。え？暫定政府投獄されたよ。そうなの？せっかくだから頭冷やせばいいんだ。あら、俺の師匠だ。あまり悪く言わないでくれ。うん、そっか。そうだね。やめよこんな話。うん。私もムカつくだけだよ。そっか。それより。田舎者の話が退屈ね。え？おしゃべりはそこまで。実験を始め。なんか前もこんなんなかったっけ？ホログラムみたいな。こんなところで死なないでちょうだい。あら。やだ。今や何の兵器があるのかなと思ってこうやって眺めてたのにさ今。何？スタンレー。あ、これね。おー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 。まあまあやっぱ機械だよね。スイーパー。やっぱ機械か。コマンド、じゃあ忍術変化を雷にして、いた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 。あー、ピヨピヨピヨリン、ピヨピヨピヨリン、いた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 。手裏剣を投げて、よいしょ、雷で攻撃しましょう。スムージーパズで、あんま周りに敵ないか。よいしょ、アヒートになってるね。ソノンさんのアビリティ使ってもらいましょう。よいしょよいしょ。こういう感じで何回か何ウェーブか敵が出るみたいな感じかな。よいしょ、オッケー。いやー、この忍術変化楽しいわ。連携とかしてみる。連携つむじ風。あんま敵いなかったわ。あ、すごい。でもすごい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 ね。手裏剣投げて連携風林火山。もう倒せそうだね。かっこいい。全然当たってなくない？当たった？あー、よかったよかった。いいね、かっこよく決まった。やだー、そんなテストしないで。なんか回復してもらう。回復、ユヒが回復した方がいいか。どんどん強いのが出てくる。あー、モノドライブ。モノドライブはそんなに別に。ソノさんめっちゃ早いね、溜まるの。よいしょ、モノドライブだけ。あ、早いね。早くない？ハイポーション使うか。何回戦だろう。最終的にめっちゃ強いのが出るとかじゃないのかな。あ、箱がある。えい、あそこの箱、あ、間に合わなかったか。よいしょ、なんだ。あ、ちょっと待って、なんか他のもいる。これ何、これ何、サインブラスト。ちょっと待って、なんか適当にやってもらおう。やばい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 。オッケー、手裏剣投げてアビリティをまた雷にし、狙われてるね、狙われてる。回復した方がいいかな。ソノさんに祈り使ってほしいけど、ゲージが2個ないとダメだね。よいしょ、オッケー。あと何体まだいっぱいいるかい。あ、祈り使えるね。あ、祈り使ってもらって、さっきそういえばこれ溜まってたのに使わなかったな。じゃあ擬態さんのやつのやつとか言って。よいしょ、手裏剣を投げて、いいね、倒した。オッケー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 。まあまあそんなに。いや、まだ全然敵が弱いですよ。あ、先に進んで、進んでいいの？うかつくてか、どうやって登ればいいのさ。上？はしごあるよ、そこに。登るのとか得意そうだけどね。なんか持ってないの？縄みたいな。なんかあるじゃん、よく。
忍者ゲームとかで出てくるさ、引っ掛ける縄みたいなやつ、なんて言うんだっけ、鍵縄じゃなくて、なんかそういうやつ。これはこれじゃないの？スローでどうにかなるとかじゃない、これか。オッケーオッケーオッケー、よしよし、うん、いい感じ。サナ、足場になってくる。あ、それでジャンプして下ろす感じか。オッケーオッケー。で、お、いいねいいね、よく見るやつ、よく見るやつ。おお、すごい、そうやって登るんだ。で、はしごを下ろすわけだね。いいね、すごい。あれでジャンプしてはしごをこう引っ掛けるのかと思った、手を。ソノさんははしごで登ってきた、かっこいい。オッケー。そしたら、お、そっか、あ、出た。スカーレット様、あの時開発エリアに侵入されてしまいます。しばらく泳がせて奴らの目的を探りなさい。うん、さっきの見たでしょ、こんなところまでのこのこやってきたおバカさんにしては、うん、動きに隙がなかった。なるほど、ウータイの忍び、興味ある。まだ王様だけど、うん、面白いことになりそうじゃない。あら、存分にもてなしてあげましょう。そう、もてなしがちょっと怖すぎる。私はお馬さんの整備状況を確認してくるわ。お馬さん、後で報告お願いね。開発エリアのメインシステムをダウン、機密情報へのアクセスを制限しつつ、復帰経路から奴らの目的を探る。なるほど。各員、侵入者の監視を再開しろ。はっ。あ、いつもあのついていくのね、あの信頼兵の人は。すごいよね。マテリアどこだ、どこだ、マテリアをよこせ。で、何これ、兵器？む、マテリアの匂い？マテリア、おー、びっくりした。あら、これなんだっけ、戦闘員。戦闘員はじゃあ炎にするか。手裏剣投げて、 OK、 じゃあ忍術変化炎にしまして、よいしょ、炎炎。なんか長押しで後ろに下がるみたいな、なかったっけ、最初になんか出た技が。あー、いた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 、手裏剣を投げて、いや、これなんかちょっと離れたところから攻撃できるのいいよね。でもなんか完全な魔法ではないからさ、なんかここ暗くない？暗いね。あの装置も止まっているみたいだな。うん、なんかその魔法を唱えるみたいなさ、時間がないから、魔法を唱えてるときたまに攻撃食らってさ、失敗するときとかあるけど、魔法を唱える必要はなく、なんか属性の攻撃ができるって。お、ここでマテリアを作ってるんだ。なるほど、普通のマテリアだ。おう、俺たちのものじゃない。そうか、ぜーんいただきます。もらうんだ、マテリアハンターだから。え、もらあるの、マテリア、あ、取れるの、取れる。あー、電源入れたら取れるんだ。オッケーオッケーオッケー、なるほど、これが電源かな。何も入ってない。こっち側は何かあるかな。これはエレベーター動かないんだよね、多分ね。うん、そうだね、電源が入ってない。よいしょ、こっちはな、繋がってるだけでね。 OK、 じゃあさっきのやつかな。これをじゃあやって、敵が出るかな、これやったら。うわ、かっこいい。うん、で、はい、あら、防護策、それで、あー、開いたね。 OKOK、 じゃあこれでマテリアをもらえる。これなんだろう、
これは忍びシュートとは忍びシュートどれだ、これか。連携中 RBY で発動する特殊コマンド、もうつけてみよっか。連携中ね。それってつけるのはユフィじゃないとダメなの？連携中だったらソノンでもいいのかな。ユフィにじゃあつけてみるか。 OK、 じゃあこれでエレベーターに乗ればいいのかな。よいしょ、行ってみよう。さて、そっか、スカーレットさんが、あら、他に出口あった？うん、そうか。あ、これも拾えるじゃん。スカーレットさんがガード強化敵なんだね。出口か。これは何？これは箱の残骸か。え、こっから来たんだよね。こっから来たんだよね。なんか地図に書いてある。マテリアを探せ。ここ？お、今やったよね、あのポチってやつ。もう一回やるとか。あ、いや違うな。あ、なんかあった。あ、これだ、ここだ。オッケーオッケー、これだ。ああ、もしかして登れそう？登ると上の階とかに行ける。こっちか。あれ、ここはマテリアの匂いがしない。匂いわかるんかい。なるほど、マテリアの匂い。メインストーリー面白。メインストーリーになっちゃったよ。マテリアの匂いがどんな匂いなんだろうね。リボン、リボンってなんだろう。リボンとは神聖な祈りが込められた美しい髪留めです。なんかそれってさ、つけ、本当につけたりするのかな。あ、リボンはね、状態変化を防ぎますって書いてあった。別に見た目に変化はなさそうなので、とりあえずつけてません。まあ、ただそれを今拾ってことは、そういう敵が出るのかもしれないね。こっち行けばいいのかな。箱があるね。箱を開けて、なんだ、なんか、な、魔性の腕は、あ、マテリアの成長を助ける。なるほどね、マテリア強化したい場合はいいってことか。まあまあ今はいいかな。 OK で、じゃあこっちだ。なんか敵いる。敵、これ敵ですか？気づかれてないようですけど敵ですかね。あの、ソウルじゃサードね。はいはい、敵なのね、やっぱね。思いっきりスルーでしたけど。あ、バレちゃうぞ。連携して、あの技使ってみたいね。連携して、どうだっけ、忍びシュート。LB と Y だっけ。こうかな、できてる。いや違うな。あれ、何、ユフィなんか寝ちゃった。あれ、どうやってやるんだっけ。なんかその技、さっきさ、なんかと Y だったと思うんだけど、 RB と Y じゃない。あ、できた、これか。あ、これだ、今のだ。うわ、かっこいい、今のだね。今のおい、これちょっと遠かったな。大丈夫かな。すごーい、今のっぽいね。お、バースト、バースト、いいね、倒した。忍びの力、おてんば娘言われちゃうのよね、いつもね。で、いいですね。よいしょ、毒消し。回復とかした方がいいか。じゃあケアルラ使っといて、なんかまた新しいところだね。こんなところには来たことないもんね。
か何にもないね。敵もいないし、モンスターとかいないね。これなんかやるんだな。アイテムも特にない。じゃあこれを、おおおお、はい、オッケー。これソノさんもやってんの？あんまりやない。おもうやってるね。同じことやってるね。オッケーオッケー。でなんかいるな。なんかちょっとガンダムっぽいやついるな。強いのか？君は強いのかい？あれ前こんなんいたっけ？いたかな？黒くなってるね。見破ってみるか。何？重罰装戦闘員。弱点とかないじゃん。ああ、盗むと弱体化しバーストしやすい。ああ、盗むついてないね。そっか、盗むこういうので使うんだ。へえ、ちょっとやってみたかったな。まあちょっと、弱点とかなさそうだし、まあまあまあ適当に攻撃しますか。あ、電磁フィールドとか書いてある。ブロックになってるね。忍びシュート。うわなんか食らった。なんか効くかな。雷に一応してみる。なんかあれあんま効いてる気しないよね。ブロックになってるよね。ブロックになってる。これ普通に物理攻撃じゃないとダメかな。物理攻撃は効いてるね。魔法が効かないのか。魔法が効かないかも。もしかしたらつむじ風はどうなの。つむじ風は一応効いてる。痛い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 。じゃあケアルラ使っといて。もうなんか走行解除ってなってる。はい、普通の、あ、普通の戦闘になった。あ、オッケー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 。いや、もう効くよね。いいね。オッケー、倒した倒した。忍びの力、いいねいいね。あと何にもないかな今の。かっこよかったね。なんか前も出たっけ。前もなんかクラウドで戦ってたかな、あんなようなやつ。よし、じゃあ行くのはこっちかな。ちょっと一回セーブしようかな。オッケー。お、また箱が、ん？これ戦うでしょ。なんかアイアンマンのコアみたいなのついてるけど、まあ、絶対戦うじゃん。そんなチラ見せしてこないで。あ、ソノンさんの、ソノンさんの武器かな。ソノンさんの武器、敵単体の注意を自分に引きつけます。ほう、強敵には無効、効果値その時か、その敵から3回狙われる。おー、なんかそのターゲットをソノンさんに移した方がいいのかな。ちょっとわかんないな。よし、まあとりあえず今の武器のままでいこうかなと思いますが。で、あれ、これ同じとこ戻ってきたわけじゃないよね。これは開かない。またなんかやらないとダメなのかな。他なんかあるかしら。こっちはいけそうないね。オッケーオッケー。じゃあこれをやってみようか。よいしょ。すると、うん、レベル2。マコガエネルに充電開始。防護策を展開します。これでまたさっきと同じような感じで上に行くのかな。駆け足、あ、行くっぽいね。ゲートロック解除。お、そこも開くのか。もしかしてマテリアの隠し部屋。あら、本当？なんかあるの、マテリアの匂い。隠し部屋あるんだ、本当に。これなんだ、何の、何してんだ。なんか開く？社員 ID 認証。ああ、なるほど。トレーニングルームへのアクセスを可能。うん、対象1名ゲートへ進んでくる。なんかレベル上げ的な。トレーニング、うん、なんだ、マテリアじゃないの。なるほど。一人用らしいな。先輩、行くなら十分気をつけて、うん、なんかあれかな、また、ああ、トレーニングなんかもらえるんだ。 ATB 連携マテリア。へえ、ちょっと一回やってみようか。あ、なんかでもクラウドとかでやったようなやつかな。なんだこりゃ。あー、箱壊すやつ。箱壊すやつじゃん。
あ、なるほど。あ、物理攻撃と魔法攻撃。あ、紫が魔法ってこと？赤い箱残り時間。はい、ちょっとやってみようか一回。これ物理攻撃ってことだよね。魔法攻撃はさ、これでもいけるの？この、あ、これでもいけるのね。で、あ、どっち？こっちか。これ全然壊せなくない？これ全然壊せなくない？え、これ全然壊せない？あ、壊せた。おいしょ、いいね。で、また投げといて、あ、さ、これは物理じゃないとダメなのか。これはこれでいけるやつだよね。 OKOKOK。 よいしょ、これが魔法のやつ。5000も、あれ、なんか全然壊せなくない？ OKOKOK。 時間伸ばしない。5000超えた。じゃあなんかマテリア1個もらえるかな。マテリア1個もらえるかしら。おいしょ、マテリア1個もらえそうね。 OKOKOK。あ、当たってません。これ普通にアビリティとか使っていいの？あー、いいんだ、なるほど。まあまあまあ、とりあえずもらえそうではあるよ。もらえそうではある、連携のやつ。あー、時間伸びちゃった伸びちゃったっていいんだけど、伸びて、よいしょ。あ、間違えた間違えた、違う違う、これあれだね。魔法でもう終わりね。もう終わっちゃうね。でも、うん、OKOK、 もらえるよね。クリアだ、よかった。1個もらえるんじゃない、やった。 ATB 連携とブースト。 ATB ブーストはなんかクラウドでも持ってたかな。その連携はマテリアの連続して ATB コマンドを使うと仲間の ATB が少し増えます。なるほどなるほど、いいねいいね。 OKOK。まあ今とりあえずいいかな。じゃあこれで、これはこれをやるよってことか。あ、オッケーオッケー。で、行くのはじゃあまたこっちなんだよね。オッケー、ちょっとセーブします。